ねえ、ラルク。なんだその声。あら、冷たいのね。せっかく親愛の情を示してあげたのに。どこが親愛の情だ。だってほら、想像してみなさい。朝日の暖かさに目が覚めて、気づけばベッドの隣に。ほら、起きて、ラルクったら。想像した？させたんだろうが、たく、何のつもりなんだよ。遊んでるの、青少年の純情で。はあ、アルスに言われて俺を見張ってるなら、少しは気を引き締めてくれ。気持ちが殺伐としてちゃ、いい仕事ってできないものよ。仕事ね。あんたが探ってる件はうまくいってんのか。心配してくれるの？別に心配してるわけじゃねえ。単なる好奇心だ。あら、お姉さんに興味があるの？嬉しいわ、ラルク。うぜえ。